しかして。てめえ、カシマ、遅れてんじゃねえよ。力技だから。バイオレンス。しょうがない子だね。一緒に塗ろうか。カシマくん、あー、こぼしちゃった。にゃん、汚れちゃった。カシマくん、えい、仕事増やしてどうする。で、私を殴った備品も壊れた。共倒れだね。カシマくん、放課後のケーキの約束、どうしよう。泣かないで、必ず抜け出して迎えに行くよ。カシマ、カシマくんってバカなの。堀ちゃん先輩は3年生までに背を伸ばして主役やるつもりだったんだよ。主役？うん、でも結局成長止まっちゃった悲しい人なんだよ。カシマくんはバカなの？いや、これでも学年上位なんだけどね。作り直しかない。いい加減にしろ、てめえ。ほら、カシマ、いつもは待て、カシマ、おい、うわ、どうすんだこれ。カシマ、うわ、カシマくん、じっとしてて、先輩の邪魔。さくら、いいやつ。下に一つでそこまで。でもそうか、先輩は下ネタ振るとあんなご機嫌になるんだな。なるほど。カシマ、なんだこりゃ、ぐちゃぐちゃじゃねえか。先輩のパンツってブリーフなんですか。せっからかよ。それより、なんでこんなもんで運ばれてたんだ。なんか重さで腕が痛むの嫌だって。そうか、お前くらいなら俺でも持てるぞ。あ、やべ、こいつも一応女だからこういうのは。そんなの私にだってできますよ。張り合うなよ、カシマ。てめえ、サボるんじゃねえよ。被害者が何勝手なこと言ってんだよ。俺だってヒロインがやりたかったんだぜ。部長が羨ましがっちゃうからちょっと離れて、かわいそう。てめえ、バカにしてんのか。なんだよ、カシマ、王子役は不満か。この数日間で気づいてしまった先輩の願い、私がちゃんと叶えてあげますよ。堀先輩をお姫様役に推薦します。今日はスカートです。靴です。小物もどうぞ。全部合わせてみたらよ、めちゃくちゃセンスいいんだよ。これがあいつ、すごくね。なんでちょっと好感度上がってるんですか。あの、それ私がやってもいいですか。カシマくん、なんだかんだ言っても堀ちゃんのこと好きだよな、カシマくん。さあ先輩、私がお姫様抱っこしてあげますよ。違う、ひでえ嫌がらせだ。初めてやった時は。お前、いいヒーローになるぜ。え、マジですか。着替えは更衣室だ。はーい。お前、女かよ。あんな時はびっくりしたの、なんのって。待って、気づくタイミングおかしい。あれ、雨か。カシマくん、私のに入ってって。私のよ。ありがとう。花というかキノコの大群。なんだあれ。何やってんだてめえ。道塞いでんじゃねえよ。なんであの状態で鹿島のいる場所がわかるんだろう。で、なんだ、明日の小テストの話だっけ。鹿島くんは先輩のこと好きなの嫌いなの。好きだよ、尊敬してるよ。部長大好き。すげえ軽いのな。やだな、本当だって。だいたいこの学校に入ったのだって先輩の演劇を見たからだし。
ほう、予想外に重いな。カシマ、ああ、これ水着なんですよ。下にもビキニ着てまして。ビキニ、想像つかねえ。脱ぎましょうか。え、なんで。あ、いや、そんな物欲しそうな目で見るから。もろで、何かのビキニ、着たいんでしょ。沈めるぞ、てめえ。あれ、なんだこれ。海パン。ちょ、森先輩、イランも落として。何枚入ってるんですか。1枚に決まってんだろ、アホか、お前。